ちは。いいね群馬の宝物、アシスタントの小暮あかりです。そして群馬ちゃんです。群馬ちゃん、今日は鶴のスプラスで紹介した気流うどん作りに挑戦するんだよね。こんにちは、群馬ちゃん、よく来たね。今日は群馬ちゃんが気流うどんを作りに来てくれると聞いて、うどん玉を寝かせておいたんだ。小暮さんも一緒に気流うどんを作っていきましょう。それではまずうどん玉を伸ばしていきましょう。最初にやることは、このうどん玉を伸ばして円盤状にしていきたいと思います。気流うどんは厚みが3ミリぐらいが一番おいしいと思うんで、はい、そのぐらいまで伸ばしていきましょう。とぐんまちゃん、疲れてない？大丈夫？もうちょっとだからおいしいうどんのために頑張ろう。中里さん、ここまでやってみたんですが、はいはい、じゃあお手本見せていただけませんか？はい、お助けします。これを丸いのを四角にしていきます、はいはい、少し四角になってきましたね、はい、これを少しずつ伸ばしていきます、うん、すごい、あっという間ですね。じゃあぐんまちゃん、やってみて。ゴロゴロ下に押しながら横に広げていきます。お、上手上手、だいぶできてきたかな、はいはい、よくできましたね。はい、ちょっと太めの4ミリぐらいに切っていきたいと思います。あ、綺麗ですね、はい、こんな感じで。よっしゃ、ぐんまちゃん、切ってみようか。緊張するね。ぐんまちゃん、上手上手。ちょっと太めかもしれないけれど、よく切れたね。あ、ちょっと上手になってきたかな。ぐんまちゃん、よく切れたね。上手にできました。おいしそうな切りうどんです。ぐんまちゃん、この小麦はですね、群馬県産ブランドの絹の波を使っているんで、とても美味しくできるよ。うん、絹の波を使った切りうどん、早く食べたいです。じゃあ、茹でて食べてみましょう。はい、美味しそうな切りうどんが出来上がりましたよ。 ありがとうございます。はい、どうぞ。さっき作ったうどんが茹でるとこうなるんですね。はい、切りうどんはコシが強いですから、茹で上がっても形がしっかりしてるんですね。召し上がってください。はい、いただきます。うん、ぐんまちゃん、これツルツルで滑らかでコシがあって美味しいね。いいね群馬の宝物、今回の宝物は気流うどんでした。ぐんまちゃん、次回も群馬の素敵な宝物を教えてくれるかな。鶴のスプラス9月号では、今回の宝物気流うどんのいいねと超いいねをぐんまちゃんが紹介しています。概要欄のリンクからチェックしてみてくださいね。それではまた次回、バイバーイ。